じゃあ今日は、はい、この後、はい、ちょっと練習器具持ってきたんで、はい、この練習器具ってどうかなみたいな、ちょっとやってもらいたいと思います。はい、わかりました。はい、じゃあそれに行きましょう。じゃあみおちゃん、早速ちょっと重いロジャーキングヘッドトレーニングパワードライバーを使って素振りをしてもらいたいと思います。持ってるやつよりもちょっと重い、ね、重い結構。トレーニング的にはどう？ちょっとなんか前の素振りの器具にはさらにこう重りを取り付けてたんで、重さはいいのかな、それくらい重いもの。ただなんか結構シャフトも重い感じがする。シャフトも重い。シャフトも重い。ちょっと女子にはハード？結構ハードだった。あ、男性向きそうだなって思う。なんかさっき持ってみたけど、はい、結構重い。どう、ヘッドスピードは上がりそう？もちろんなんか重いものを振れば、私はヘッドスピードが上がると思うので、いいと思います。はい、じゃあちょっともう一本あるんで、はい、もう一本ね、普通のドライバーっぽい。でもヘッド重量はちょっと重くて、よくさっきよくある練習器具って今みたいにシャフトがしならない、鉄製で重いものが多い中、はい、それの方がなんかドライバーに近いのかな。どう？確かにしなりますね。重いけどしなる。300、300、ヘッド重量300。あ、ヘッド重量がこれ打てるのかな。打って良さそう。打っていいんですよね、うん、打っていいと思います。打お当たるけど、ちょっとこうちょっとこうじゃないな、違和感はめちゃめちゃあります。重いし、しなり方がやっぱりちょっと違うんだよ。そうだね、なんかすんごいグニャンってなってたよ、うん、あ、この辺ね。うん、こっちも打てるの？それ打てる？大丈夫？みおちゃんの腕飛んでかない？腕は大丈夫だって。大丈夫？ちょっと打ってる。うん、やっぱ打つものではないのかな。ああいうか、やっぱこうやって見るとかなり重いですね。手だけで振り上げようとするときついんで、しっかり体使って体幹ごとこう打てるようにはなるかもしれない。それをたくさん振った後に自分のドライバー振るとやっぱ変わる？いや、もうかなり軽いですね。めちゃめちゃ軽い。当たり前だけどめちゃめちゃ軽い。いいね。今直前に打ったのがこっちのクラブだったので、うんうん、これシャフトしならないじゃないですか。だからもうくにゃくにゃに感じます。おー、くにゃくにゃドライバーにゃ、くにゃくにゃに感じる。でもそれっていいことなの？重いって感じるとやっぱりクラブって振れないから。そうですね、軽、まあ、ヘッドスピードにはつながると思います。軽い方が基本的には速く振れるので。ちなみにあのオレンジの方を振った後に自分のドライバー振るとどういう感覚になる？なんか絵に描いたように同じボール出るね。練習場では、うん、すごい。お、そうですね、このオレンジのやっぱりちょっとしなってくるんで、うんうん、この銀色ので打った時よりかは全然しなり方はいつもとあんまり変わんない感じ。なるほど。
ただやっぱこっちの方が重いんでちょっと軽い。こっちを振った後だともうかなりクニャクニャに感じちゃうんで、確かにさ、その差があんまり嫌な方でちょっとこう重いのを振りたいのは振りたい方はもうこっちのオレンジの方がいいのかもしれないです。なるほど。差が激しいので、まあ明らかにスピード上げていきたいならもうこっちの練習機がないかな。あ、そうですね、こっちの方が重いので、その差を感じたい方はこっちの方がいいです。はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はちょっと練習器具とね、はい、コースでたくさんコメント読んでありがとうございました。とんでもないです。じゃあまた何かやりたいと思いますので、その時よろしくお願いします。お願いします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。